坂本陽戦像、坂本一の小文化6年3月2日は、江戸時代中期から後期にかけての治水化、日田開発者、陽明は太郎、号は陽戦。出身地の諏訪地方では、坂本陽戦の名で知られている。品濃国諏訪郡田沢村の甲州武田市旧神の家に生まれ、23歳で名主となる。水不足のために、 争いが絶えなかった諏訪地方の農民たちを救うために、諸国をめぐり神殿開発の技術を習得。約2年をかけ、山浦の地理を調べ、測量を行い、北東部の河川の予水を順繰りに南方の原野へ送ることによって、河川を用水路で結び、その沿岸を考えする栗子しぜきという形態の水路を改作し、八家だけの西南独の神殿を開発する計画を、考案。 安永4年に、諏訪藩がロース訪ライタモツに計画書を提出した。一野章の一大推理事業計画は、諏訪藩の混乱期でもあり、一方、藩主、六代、諏訪正し奴は、江戸城留守居役の駅務のため諏訪へ帰郷することが、少なく、藩政は過労任せて帰り見ない、最悪の状態の中だったので許可が得られない。それだけではなく、水元の村々では、 自分の推理が犯されると、一野章の暗殺計画を図るものまで出現する。藩主、大多物が隠居したことにより七代藩主諏訪中縮の時代になり、二の丸騒動を収束後、諏訪修玄は他年の財政難の上に、この事件の執筆と天明三四年の大凶作で、諏訪藩も一野章の計画に期待するしかなかった。過労、地野定明から許可が下りたのは、 提出から10年後の天命5年2月大見分、7月18日不審の開始された。その後、15年をかけ十数畳からなる用水路が開作され、完成12年までに約300ヘクタールの新田開発を成功させた。市野省の工夫は単純な用水路の開作だけでなく、渋川の流れに逆なすまず、 その水は稲作に適さない、それで幾度かの繰り越し石を経て、他の水と混ぜることにより、水質の改良を行っている。一野省は、当初は、受け負い人として、仕事に当たり、後には、塩役人に取り立てられ、共和元、小高匠の藩主となり十六票二人ぶと抜け高十五国を、与えられる。生涯を、洋水路作りに身を捧げ、文化六年、三月二日、 没する。去年74歳。大正4年11月の五大天に、造樹五位を追造される。歴代諏訪藩主と同意会である。祝して、聖徳碑が建てられた。長野県知事、大坪康尾が平成6年知の市、戸狩医師高校館に浜平より、銅像、坂本陽仙を寄贈滝の遺跡用水、平成28年11月。 栗越関の中の滝の湯関と大河原関が灌漑施設遺産として登録され、県内では初の登録となった。大河原関用水、ありがとうございます。